沖縄キャンプ2日目、初めて一軍の指導に当たった新庄ビッグボス。早速驚きの練習を見せてくれました。投球練習用のフラフープが登場しました。これは注目の練習です。フラフープの中にボールを通すことでコントロールを意識しつつ低く強い送球をするこの練習、選手たちの送球に新庄ビッグボスは、すごいね、やればできるね。室内練習場ではビッグボスが臨時コーチを打診した元陸上十種競技日本王者武井壮さんが走り方を指導するなど、充実の2日目となったようです。武井君って自分のそのテクニックを表に出したのって今回が初めてらしくて、選手の動きをちょっと見ててください。もう歩き方から変わってるから。